現象のことは現実的現象なんです。それをどのように反応するか自分が反応しきれるかしきれないかというのは、これも生命力の反応とか生命の反応、生態系の反応、自分の機能の反応、それしかないじゃないですか。そういうことをやって、こういうことをやって、こういうことをやってます。反応をお互いし合いながら、反応の実感を実感しながらやらないとですね。さあ、こうしましょう、ああしましょう。なんかこう、どっかで低学年の小学、低学年の人に、まあ、そういうことを教わりとか、そういうことをして、子供は安静しないです。